行政事件訴訟法、行政事件訴訟法、行政事件訴訟法、昭和37年5月16日法律第139号は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉が立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて救済三法と呼ぶ。明治憲法下の日本における法制度としての行政事件訴訟法のルーツをたどれば、1882年の伊藤博文のヨーロッパ派遣まで遡る。伊藤博文はベルリンとウィーンにおいてモッセとシュタインに行政訴訟などについて学んだ。そして、 第2本帝国憲法第61条に基づき1890年に行政裁判法、訴願法が制定された。行政裁判法における行政裁判所は東京に一つだけ設置され、行政事件に関する一審かつ最終審の最初とされた。この法律は、歴史主義が採用された行政裁判所の管轄事項が法令で列挙されたものに限定されていたこと。 真理において、書面心理主義の原則、職権主義の原則が採用されたこと、祖願前知主義、不服申し立て前知主義が採用されたこと、出訴期間が短期間であったことなどの特徴、欠陥があって、国民の権利救済として機能していたとは言い,い、がたいという指摘もある。日本国憲法の下では、日本国憲法第76条によって、最高裁判所のもとに属しない、 行政裁判所は廃止されることとなった。ただし、この措置は、最高裁判所を中心としていない、裁判所を廃止したに過ぎることに注意すべきである。そして、日本国憲法の施行に伴い、とりあえず、日本国憲法の施行に伴う、民事訴訟法の応急的措置に関する法律が1947年、昭和十二年に制定された。この法律では、行政訴訟について、 民事訴訟法と同一の取り扱いを原則として、行政処分の取り消しまたは、変更を求める訴訟に関して、出訴期間の規定のみが置かれた。その後、いわゆる平野事件を契機として1948年、昭和23年に、行政事件訴訟特例法が制定された。この法律は、民事訴訟法の特例を定めたものであり、全文でわずか12条のみの簡単なものであった。 この法律は制定が急がれたため、欠陥も多く、明治憲法下における行政裁判法と決別しきれておらず運用、解釈上における多くの問題が発生し、そしてこの法律が改正されて1962年、昭和37年に現行の行政事件訴訟法が制定されたのである。現在の日本における行政上の紛争は、 年間およそ20万件以上とも言われるが、実際の行政事件訴訟の定期件数は2000件弱程度と少なく、また、行政事件訴訟の少訴率は10%前後と低い。加えて、行政事件訴訟の訴訟要件、処分制、原告的格など、抗議の法律上の利益、被告的格等は制限的に解釈、運用されており、 日本国憲法第32条で保障されている裁判を受ける権利は、軽害しているともされる。これらのことから、現行の行政事件訴訟法は、行政救済法としての国民の権利利益の救済の機能及び違法な行政運営の是正の機能としては、不十分であるという指摘がされた。そこで、司法制度改革の一環として、行政事件訴訟法の一部を改正する法律、 平成16年6月9日法律第84号が制定された。主な改正点は、救済範囲の拡大、原告的確の拡大、義務付け訴訟、差し止め訴訟の法定化、審理の充実、促進、裁判所の釈明処分の新設、提訴に関する制度の拡充、被告的確の明確化、管轄裁判所の拡大、出訴期間の延長、 出訴期間等の教授制度の新設、仮の権利救済制度の整備、執行停止の要件の緩和、仮の義務付け、仮の差し止めの制度の新設である。なお、同法の施行日は2005年、平成17年4月1日である。終局判決の類型は次の通りである。判決には次の効力がある。行政事件訴訟法の中心は、 広告訴訟における取り消し訴訟のうち、処分の取り消しの訴え、処分取り消し訴訟にあるので、以下処分取り消し訴訟について外観する。当事者訴訟は、民事訴訟に近く、ほとんどが民事訴訟の規定により審理される。行政事件訴訟は、行政権の行使に関する、事後的な司法審査であり、そこには次のような理論上の限界がある。 行政庁の違法な処分または不作為を原因として権利利益を侵害された時に訴訟によってその救済を図る方法としては行政事件訴訟法による取り消し訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求国家小請求国家賠償訴訟の二つがあるただし行政事件訴訟法と国家賠償法における 違法とといいうう概念はそれぞれぞ異なるる。見解があるこれら行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求とはそれぞれ自由に選択して提起することが可能自由選択主義であると解されることから次のような提起の組み合わせが考えられる。なお行政事件訴訟法の取り消し訴訟と国家賠償法による 損害賠償請求を両方ともに提起した場合には国家賠償法による損害賠償請求は行政事件訴訟法による取り消し訴訟の関連請求として位置づけられる第1号行政事件訴訟法による取り消し訴訟等と国家賠償法に基づく損害賠償請求においてそれぞれの判決の効力には次のような差異がある楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。